こんにちは、こんばんは、おはようございます。チャンギコです。じゃあ私のね、ガンロワの動画は正直再生数が微妙です。しかしガンロワが面白いんで動画は出し続けます。見たい方は見てください。で、見てくださってる皆様ありがとうございます。一緒にガンロワ楽しんでいきましょう。そのうちちょっとガンロワのね、フレンド募集しますから、ぜひぜひ応募していただけたら嬉しいです。はい、もうね、多分ね、何人ぐらいだろう今。フレンドはほとんどいないから、ちょっと見てみるね。司令室じゃない、あー、戦友、あとね、74人。下手したら俺の動画を見てくださってる方よりも多い人数が戦友になるかもしれないっていうね。はい、そんな感じでございますので、よろしくお願いします。で、今回はですね、なんかね、メンテが終わってガシャ来てるんですよ。7連の EX 厳選ガシャ、まあ、ヘビーアームズとエピオンとサンドロックだよね。サンドロックはちょっと待って、サンドロック回か、あの配られたやつってなんだ、ちょっと待って、ちょっと確認させてね。配られたサンドロックは、あ、普通のサンドロックなんだ。なるほどね。まあ、これでも十分嬉しいですけどね。これ配布されたやつなんですよ、確か。これも全然嬉しいです。はい、じゃあね、早速ガシャの方を引いていきたいと思います。まずは、まあ、7連 EX 厳選ガシャってことで、まあ、出るとは思えない。これ前回引きましたけど、これ2回目なんですよ、このゲーム初めて。かけえ、ヘビーアームズ。おお、いいね。ただね、トロは持ってないからね。エピオンは持ってるわ。ただヒーローユイしか持ってないから、ミリアールドピースクラフトだっけ、あれ持ってないんですよね。で、今回のキャラガシャでは、彼らが出るようになってるというところですね。私が選んだ未来に間違いなどない。イケメン衆漂わせやがって。負けられないんだ僕たちは。カトルラババウィナーはね、これ欲しい。もちろんトロアも欲しいです。バートンって聞くとね、ティム・バートンが多分出てきちゃうんだよね。まあいいや。じゃ、とりあえず厳選ガシャからいきましょうか。これなんと1500個でできますからね。出てほしいな。これ 8% だよね。 8% 8% の確率で出てきますから。じゃあいきます。 OK、 来い。超が出た時点の終わり。あ、終わりじゃない、当たります。超熱源で出たらもうこれは当たりますから。とか言うと出ないから。あー、でもヘビーアーム出た。サンドロックもね、まあでも あのシリーズが出ると、ダブウィングシリーズが出るというところでね、まあありがたいことです。はい、うん、全然いいです。はい、って言うとでも思ったか。ふざけやがって。11連ガシャを G メタルでやるから、ふざけるなよ。そう簡単に諦めるか。君の騎士道、私が見て来い。2個、よし。進化後ではないけども、2 3 4 5 6 7 8 9、サンドロックかヘミアアームズ。いやー、エピオン持ってるんだよね。これ3体目だね。まあいいや。じゃあちょっとこれ気にせずですね、下のこちらのね、運動、これなんだろう、このキャラクターわかんない。ハイゼンスレイツーラー、ティターンズのやつなんだ。へえ、これ見たことない。あ、かっこいいね、見た目は。おーおーおーおおお、トンファーのような武器だね。何これ。へえ、これはこれ誰、パイロット。パイロットのガシャないんですけど、そういうのあんのかな。いいね、女性っぽいね。うお、強そう。ということでこれを引いていきましょう。
オッケー、やれることをやるんだ。いくぞ。1体は確定だから2体出てくれたら熱い。出ないか、残念。結構普通の熱源体が多かったね。2、3、4、5、6、7、8、9、10、そして、ガンダムエクス持ってますあれ、新しいキャラが出ない。じゃあこっちのフォーステップガシャ、こっちでなんとか巻き返しましょうね。こちらで巻き返しましょう。私が選んだ未来に間違いなどない、うん、フォーステップガシャは、あ、ごめん間違えた。1回目は 6%、 ステップ2が 8%、 ステップ3が 12% で、ステップ4が、まあ、普通の確率かな。これ何パーセントか忘れたけど、そうだね、確かね。いきますか、じゃあ。負けられないんだ、僕たちは。6% ですね。じゃあ、いきます。1回目。まあ、これはなかなか当たることはない。はっきり言って。これは厳しげだよ。よし、これはまあまあしょうがない。6% を引けるとは思えないもん。ロニガーベイ。これわかんない。じゃあ。3連ガシャ、これは 8% です。 いきます。これはワンチャンある。あー、叶えたこれダルマのさ、奥さん、あの彼女みたいな、何なんだこれ。イセリナ、これ誰あー、やっぱそうだ、あ、そうだやっぱそうだそうだよね。 OKOKOK。 じゃあ次いきます。次は 12% かな。間違いなどない。次は 12% です。いきます。 12% は熱いと思う。行こうか、出すもん出しようか。 12% 熱いでしょ。よし、これはいいよ。ミリアルドピースクラフトが出たらやめる。3、4、5、来い、ミリアルド。あー、トロワか。嬉しいけど、ヘビアムズ持ってない。ヘビアムズ持ってない。最後いきます。これで全て終わりますからね、皆さん。いて、これで確定、1個は確定だから。ミリアルド、お、2個、どっちかがミリアルドピースクラフトであってほしい。お願いします。ゼクスマーキスも持ってないんだよ。マジかマジ嬉しいけどさ、いや嬉しいです、いや嬉しいですよ、うん、もちろん嬉しいです。ただ私ね、ヘビアムズ持って、じゃあもうしょうがない、 G メタル使うか。じゃあその前にこれ通常のシングルを5回引きます。サンドロックかヘビアムズ欲しい。サンドロックかヘビアムズ。ただの金、あ、超熱げたい、来ないね。1回、なんだこのシンプルなガンダムは。ああ、これ何、オーガンダムっていうの。頼む、2回目ね。おお、やめ、エピオン以外ね。エピオン好きすぎだろ。ふざけんじゃないよ。まあ、嬉しいですけどね。いや、もうさすがにいらない、エピオンこんなにいらない。でもまあポイントにしますからね、私ね。いや、ここであの超でね、エピオンはギラドがっぽいね。あ、イフリとか、あと2回で最後充電しますから。頼む、マジで。サンドロックかヘビアムズ買え。
おお、え、は、え、エス君やめろよ。え、どんだけエピオン俺のこと好きなの。これやばい、マジでエピオン愛やばい。俺はエピオンを愛してないのに、エピオンが俺を愛しすぎてる。で、ミリアルドピースクラフト出ない。なにこれ。え、エピオンやめろよ。これ呪い、これこれ呪いじゃないっすよね。あ、これ呪いじゃないよね、マジで。じゃあ最後10連引いて終わります。いや、これやばい、マジ。何これ、いらないよ、こんなエピオンばっか。いや、もうやめて、もうエピオンはやめて、本当にエピオンはもうやめて、エピオン以外はやめ。よし、エピオン以外、エピオン以外。2、3、4、5、6、7、8、9、10、エピオン以外。よし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 、よかった、最後に救われた。見てみましょう、私のガレージを。ひどいよこれ。おい、これ、ね、赤見て、この 1,2,3,4,5、 なんだよこのエピオンの量は。俺まれに見るあれだね、これは本当に、うん、普通のガシャの方はウィングガンダム限定ではないからね。ウィングガンダム限定じゃないのに、わざわざウィングガンダムをピックアップして、さらにその中からエピオンだけをピックアップしてバカさ出してきたと。まあこれでね、5000、1万5000ポイント、はい、ゲットでございます。やったぜ。以上、キコちゃんでした。バイバイ。